どうもプロボーラーのスターです。今日はですね、私の外投げの極意を、皆さんにお伝えしたいなと思います。外投げというのはね、外から攻めるという意味ですね。外からこのように直線的に、コースを取っていって、ポケットに入れていくという感じですね。まあ、非常に、まあ、一般的な感じですけども、一般的なんですけども非常に奥が深い感じですね。最近はですね、非常にボールもよく曲がってきてですね、そして高回転の方も多いので、ボーリングというのはまあこんな感じで、イメージされる方が非常に多いとは思うんですけども、レーンコンディションによってはね、まあ、こういうボーリングではなくて、外からこんな感じで攻めていく方がね、点数が出る場合もまあ多くあるんですね。ですので皆さんにはまあこういう中から攻めるという感じだけではなくて、しっかりね、外から攻めていく攻略法もね、しっかり感覚として掴んでいただきたいなと思うんですね。そこで私の外から攻める時のまあ極意といいますか、まあそういう感覚をね、皆さんにお伝えしたいなと思います。それではね、外からレーンコンディションを攻略するときの私の攻略のポイントをね、皆さんにお伝えしたいなと思うんですけども、その攻略のポイントはね、2つあります。1つ目がですね、できるだけボールを手前で曲げるということです。外から攻略するときはボールを手前で曲げるということです。はい、実はボーリングっていうのはね、奥で、まあ、こんな風に曲げなきゃ絶対にいけないかと言われたら実はそうではないんですね。これだけね、しっかり曲げれる人はね、当然まあ奥で曲げないとね、手前で曲げてしまうと、まあ、こんな感じで曲がってしまいますからね、奥で曲げなきゃいけないですけども、そんなに、こういう風にあんまり曲がらない方はですね、こういうライン取りをしてしまうとこんな感じで曲がりきらずにポケットに当たらないんですね。ですので、手前で曲げていただいたら結構です。手前で曲げるんですね。あんまりこれだけしか曲がらなかったとしてもですね、あとこれだけ、曲がるようにしてあげたら、はい、ちょっとしか曲がらなくてもポケットまで曲がってくれるんですね。はい、そして、外から攻めるときはね、私は、こんだけ曲げることもできますけども、外から攻めるときはたくさん曲がりすぎたら困りますので、ちょっとしか曲げません、まあ、これぐらいしか曲げるつもりはありません。はい、これがポイントなんですね。この手前で、少しだけ曲げてあげると、はい、そして、ポケットに入れてあげると、まあ、こんな感じを、イメージして、投げております。そして、もう一つの、まあ、攻略のポイントなんですけども、まあ、これは、まあ、ライン取りなんですけどもね、手前でボールを曲げて、まあ、ポケットに入れるんですけども、ボーリングにはね、やはりミスがつきものなんですね。どうしてもミスをしてしまいます。そして特に打ちミス、ちょっと左に間違えてしまうケースがやっぱりいっぱいあるんですよね。そしてその時に、はい、打ちミスした時にですね、そのまま一直線にポケットに向かってくれるようなライン取りを描きます。わかりますでしょうか。ちょっと打ちミスした時にですね、こんな感じで同じように曲がってしまうと裏まで行ってしまう。そしてもう最悪の場合一番ピンも当たらずね、左側に行ってしまうことがありますので、そういう風なライン取りではなくて、ちょっと左に間違えた時にそのまま一直線にポケットに行ってくれるような、まあ、コース取りを、描くんですね。ですので、ちょうどこの手前のね、曲がるところと曲がらないところの境目をうまいこと投げることが、曲げるのが、まあ、外投げのポイントでもあるんですね。内に間違えた時、そのまま一直線にポケットに向かうライン取りを描いて投げるのが攻略のポイントです。この2つ非常に重要ですので、しっかり覚えておいてください。今ね、攻略のポイントを2つお話ししましたけども、その2つの攻略のポイントをね、うまく組み合わせていただくと、まあ、こんな感じで高得点が出やすくなるんですね。まず外から手前でボールを曲げてポケットに入れるとします。そして、内側に見せた時にはこのように、まあ、オイルがありますからね、そのまま一直線に、ポケットに行ってくれるような、まあ、コースを描いて、まあ、攻めていきます。そうするとですね、この内ミスのラインでもポケットですし、この本当のラインのまっすぐ投げた時にもポケットですので、まあ、ここからここまでね、ミスをしても、まあ、全部ポケットに吸い込まれるような形になるんですね。すると、まあ、高得点が、まあ、出やすくなるんですね。でもここでね、やはり技術が、まあ、必要になるんですね。ここでボールを、まあ、曲げるんですけども、多くの方はね、やはりボールたくさん曲がってしまいますんで、ボールがね、こんな感じで、ニャーンと左に曲がってしまうと思います。そして、内側に見せた時にはね、まあ、こっからここまではやはりドライエリアなんでね、ボールがこんな感じで、まあ、左に曲がってしまうんですね。ですので、こっからは、まあ、技術です。
内側に見せた時に、まあ、こんな感じで曲がらないような球質で投げてあげるんですね。そしてここの手前でボールをまあ曲げるんですけども、こんなに曲がらないようにちょっとだけしか曲がらないような球質で投げてあげる必要がまああるんですね。外からまあ攻めるという動画を僕何本か上げさせてもらいましたけども、そのような球質に変えて投げております。そして、そんな風にね、する必要のない方はね、そもそも、全くいじる必要がないので、できるだけ、手前で曲げていただいて、こんな感じで、少しだけ曲げてポケットに入れるような感じで、していただいたら、外投げはまあ攻略しやすくなりますんで、ぜひ頑張ってみてください。で、私が、まあ、どういう風にね、こんだけしか曲げないようにしているのかというとですね、まず、スピードを上げてます。スピードを上げてます。はい、スピードを上げます。これもポイントですね。そして、回転の数を、少なくしてます。はい、回転の数を少なくしてます。そして、回転の軸もあんまり入れないようにしてます。はい、回転の軸をあんまり入れないようにしてます。なんかね、いろいろやって難しそうに見えるかもわかんないんですけども、私にとっては簡単な作業なんですね。まあそれはどういうことかっていうと、普段はこんな感じでカップにしてボールを曲げてるんですけども、外投げするときにはですね、もうずっとこんなイメージです。ボールの下に手を入れるのではなくてですね、こんな感じで手首をもう完全に伸ばしては逆にこういうふうに折った状態にして、そのまま遠心力を使って投げることだけを考えて投げております。普段はこんな感じで手首を曲げてカップリストでね、ボールの下に手を入れて回転をつけて投げているところを外から投げるときにはね、まあ、こんな感じで手首を完全に逆に折って、そしてボールの下に手が入らないように、そして遠心力を多く使って投げるようにしております。すごくシンプルな形でボーリングしております。そんな感じでするとですね、ちょっと内側に間違えたとしてもですね、スピードがやっぱりしっかりありますし、回転数が少ないので、ここにたどり着いた時にもね、やっぱりこれだけの距離ではボールがあんま曲がんないんですね。ですので全部ポケットに収まってくれます。そして、ここはね、しっかりドライエリアですんでね、そんなに回転数がなくても、スピードを上げていても、しっかり曲がってくれます。ですので、もう外側をね、こんな感じで手首を折ってそのままビューンって投げてるだけで全部ポケットに吸い込まれていくんですね。はい。非常に楽なボーリングです。わざわざこんな中からね、こんな難しいボーリングをしなくても、外側からこんな感じでまっすぐ投げていくだけで全部ポケットに吸い込まれていくようになるんですね。ですので、皆さんもね、まあ、こんな感じのボーリングだけではなくて、外からね、シンプルにまっすぐ投げるボーリングもぜひ、覚えていただきたいなと思うんですね。ただやはりスピードを上げるとか回転数を少なくしたりとか、まあ、そういうことが難しいようであればですね、以前動画でもねちょっと上げさせていただいたんですけども、ボールでまあこういう球質にしてあげることも当然まあ必要になってきます。必要になるというか、まあ、それも技術です。ボールを変えてこういうライン取りをするというのもまあ技術です。例えばもう極端に言うとスペアボール、スペア普段スペアを取るために使っているボール、まあ、スペアボールっていうのはねほとんど曲がりませんので、まあ、こういうコースを投げるのには適しています。そして、まあ、ウレタンボールとかね、本当に曲がらない、まあ、リアクティブボールとか、まあ、そういうボールで、変更することで、わざわざこんな作業をすることなくてですね、ボールを変えるだけでこういうライン取りができると、まあ、そういうことも、技術のうちの一つですので、自分はどちらが適しているのか、まあ、そういうふうなことを考えてね、やっていただけたらいいかなというふうに思います。特にね、最近はウレタンボールのね、需要が、すごく高いんですね。まあそれはですね、ウレタンボールはピンアクションは出るんですけども、そんなに実は曲がんないんですね。はい。で、その曲がらないっていうのをまあ利用してですね、この内側に見せたときに、ここにたどり着いたときに、まあリアクティブ、よく曲がるボールであれば、やっぱりこういう風に曲がってしまうんですけども、ウレタンボールであればですね、そのまま曲がらずに、そのまま一直線にポケットに行ってくれるんですね。ですので最近、ウレタンボールの需要がすごくまあ高いんですね。そしてそのウレタンボールなんですけども、しっかりね、この辺では曲がってくれるんですね。スペアボールだと、どうしてもこうやって突き抜けてしまうことがあるんですけども、ウレタンボールだったら、ここでね、しっかり止まってくれて、ちょっとの曲がりを出てくれるんですね。そして内側に間違えた時には、そのまま一直線に行ってくれます。
その時にですね、ウレタンボールがすごく、まあ、流行るのがですね、まあ、こんな、わざわざこんなことをしなくても、普段のボーリングをしているだけでこれができてしまうということで、最近ね、特に、まあ、左利きの方は、多く使われていることがあります。打ちミスが効かない時とかね、まあ、そういう場合にウレタンボールが、まあ、使われることが非常に多いですので、まあ、ボールでそういうことをやっていただいても結構です。ただ、ボールだけではなくて技術で何とかしたいという方は、まあ、こういうねスピードを上げたり回転を少なくしたり回転軸を変えたりしてね、こういう外から攻めるというライン取りを、勉強していただけたら、まあ、よりね一層ボーリングの、技術というか、まあ、そういうものがね、身につきますんでぜひトライしていただきたいなと思います。そして以前、外から投げるという動画をね、上げさせていただいた時にですね、手前でボールを曲げると、まあ、球威が下がってしまうんじゃないかっていう質問をいただいたんですけども、まあ、確かに球威下がってしまうと思うんですね。手前で曲げるよりも、やっぱり奥で曲げた方が球威は確かに保たれると思います。しっかりね、これ油がありますからね、ぐーっと奥までエネルギーが保たれて、奥でギュンって曲がるのでね、エネルギーが一気に解放されて、それはピンに確かに伝わると思います。手前で曲げればね、ここでエネルギーロスしてしまうので、ピンに当たる時にはその分エネルギーがやっぱり少なくなってしまう状態になってしまうと思うんですね。ただ、手前で曲げるときは、私はスピードをしっかり上げてますんで、球威が下がったとしても、しっかりピンが飛んでくれるような、まあ、スピードで、投げております。ですので、球威が下がることが心配な方はね、スピードを上げる技術をやはり身につけていただきたいなと思います。ただ、しっかりね、油があるときにはね、ここで多少球威が下がったとしても、その後も、球威保たれてる状態でポケットに吸い込まれる形になりますんでね、そんなに気にされる必要もないかなというふうには思います。そしてですね、他にも、まあ、投げ方変えてるというような質問もいただきましたけども、先ほど私がね、お話ししたように投げ方変えております。カップリストをしている状態ではなくて、こんな風に、手首は逆に折ってるようなイメージで投げてます。そして、遠心力を、主にイメージして投げております。しっかりプッシュアウェイして、遠心力をしっかり作ってですね、投げておりますので、その辺の違いはありますので、ぜひこの辺もね、参考にしていただけたらなというふうに思います。はい、それでは、まあ、今回も内容が良ければ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。